ルームご覧いただくことができますが、エンジンかけている最中は危ないですので、絶対にこちらエンジンルームにはお手を触れませんようお願いいたします。それではこちらの車も簡単にご紹介させていただきたいと思います。本日のエンジン指導で使用いたしますこちらの車は1965年昭和40年2月に登場しましたスカイライン 2000GT-S542 2型でございます。ウェイバー製のキャブレターを3連装し、当時としてはずば抜けた125馬力のパワーを誇りました。 G7 型直列6気筒 ONC エンジンを搭載しまして、最高速度も180キロに達し、国産最速のスポーツバンとして憧れを集めたそうです。そのハイパワーに対応すべくシャシーも強化され、フロントディスクブレーキや前後のスタビライザーも装備しています。またカタログにはシックなセダンボディと内に秘める高性能の組み合わせを、羊の皮をかぶった狼とでも言えましょうと表現しておりました。 Please call in 2000 GTS54B Type 2 Roll on in 1965 with the power of 125 horsepower the maximum speed reached 180 km, which made it one of the fastest domestic sports sedan. The combination of sleek appearance